もこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。そしてケンです。はい、今日はですねサウストでございます、うん、新イベント来ております。もう昨日からかな、来てるみたいなんですけども、突破海軍の包囲網っていうねスペシャルってやつだね、普通の島じゃなくてスペシャルって方のやつのイベントが来てます、はい、でこれに行くと新世界のゾロ、そして新世界のウソップ、そのメダルが手に入ると。そしてその2人の技も手に入ると。よし、でそこに挑むわけなんですけれども、今ね時間限定っていうやつでスモヤンが来てるんですよ。そうで、僕ら一応ノーマルはさっきマルチでくれしてて、かマルチめっちゃいいくない、マルチめっちゃいいよマルチめっちゃメダル落ちるよね。めっちゃいいそう、しかもついていくだけで経験値ももらえてランクも上がるっていう、マルチめっちゃいいと思う。でまあ いやノーマルの方はね、まあ普通にクリアしたんですけど、ハードとベリーハードにスモヤンが来てるんですよ今。そうね、まあ確実にベリーハードはまだいけないから、ハードのスモヤンにこの動画でちょっと挑んでみたいと思います、はい、お願いします。はい、挑みます。スモーカー、はい、みんなで挑戦いきます。はい、はい、で、一応 K と同じ広場にも入ってるので、うん、挑みたいと思います。で、僕はね、うん、最初ルフィでいい。あれ、うん、OK、 あれ、はい、これ見せた方がいいのかな。ちょっとでもね、まだ見方が分かんない。よし、編成、あ、編成でちょっと見、ちょっとね、今こんな感じですってのをちょっとお見せしたいと思います。あ、見れるんだ。うん、一応ね。なるほどね。僕ルフィこんな感じで、うん、で、カードは、うん、今こんな感じです、うん、金が1枚もないっすでね、ゾロの方が強いよ俺。あ、星5までね、上がった。あの、一面のスモーカー、一番最後のスモーカー回りまくってたらゾロのメダルめっちゃ落ちるから、ね、そう、それで進化させた、はいはい、こんな感じでございます、はい、よし、戻りますね、はい、僕は準備 OK、 準備 OK ですか。はい、一応ちょっとね、まあどんな感じか皆さんにお見せできればと思ったので、さあ行きましょう。勝てっかな、ハードのスモーカーちょっとわかんねえけどな。行きましょう、出発、行くぜ。はいはい、コンピューターのレベルがちょっと気になるところですけどあ、でもチョッパーがいればチョッパー回復してくれるから。よっしゃ、ちょっとこれ結構ちゃんとやらないとね。初初見です、初見。ちゃんとね、ちゃんとして、うん、ちゃんとして。みんなどう？行った？で、この時間限定のクエストっていうのが、うん、今回の場合スモーカーっぽくて、うん、で、それがね、昼12時、夜7時、夜8時、うん、あれぐらいだったよね。確かそんな感じ。ぐらいに、1日1時間ずつぐらい来るらしい。うわ、全然強いんだけど。やばいぞ、これは。いや、これ勝てないかも。これはやばいぞ。全然強いぞ。いや、これ勝てねえ、多分。マジか、雑魚でこれ。雑魚がすごい強いぞ、これ。うわー、ね、ちょっとマジ強いじゃん。やっぱ星6にするのは必須なのかな。必須かもね、これ。うわ、すげえ強いじゃん。ちょっとこれ10のやつ先君倒した方がいいのかな。10のやつがなんか燃やしてくるね。ちょっとまあいいや、今回初見なのでいけるとこまで行ってみようっていう感じで、うん、ちょっともうガンガンさささ使っていっちゃった方がいいかも。はい、もうつけまーす。使わないともう無理。全然食らわねえ、やべえ、超強いぞスモーカー。マジか、ボスが、ボスまで行きたいね、せめて、うん。いやー、はい、待って、コンピューター KO、 嘘嘘嘘、すげー強いじゃん。はい、俺ルフィ死にました。嘘だろ、ルフィ死にました。めっちゃ強いじゃん。めちゃくちゃ強い。マジか、やっぱハードちげえんだな、レベルが全然違うね。うわ、マジか。なるほどね、うわ強い。ほらやべ、ルフィが死ぬ。ちょっとチョッパー回復、やばい。あー、死んだよ。やばいまだ一面だよこれちょっと待って、スモヤンまで行きたい、せめてスモヤンまで行きたい、せめて行きたいね。で、ゾロはね、攻撃するとちょっとずつ回復するんですよ。あ、なるほどね。そう、ちょっとずつだけど回復機能ついてね。そう、ただ本当にちょっとだからそんなにできるはず。やばい、俺もう死ぬやばい、死ぬやばい、死ぬ死んだめっちゃ強いんだけど、敵の攻撃が異常に強いんだけど、やばいね。マジか、これはあれだね。ちょっとうっすらと、一応 K さんが頑張ってるまで。あー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 、うわー、次元こんなにむずいんだめっちゃ強いね。時間限定めっちゃむずいね。初めて今回挑んだけど、うん、なるほどね。ハードがこんだけ一気にレベル上がるね。そうだね、うん、いや、イージーだからさ、イージーってかノーマルだから普通に回れてたから、うん、平気かなと思ったけど、うん、なるほどね、これはむずいわ。こんだけ強いんだ。多分今の戦闘力、総合力はさ、まあ、倍ぐらい、もっと倍ぐらいかないとダメだよね。だってゴムゴムのガトリング全然食らなかったもん。普通のとこだったら一撃で全体すんだよねうわー、ね、超強いやん。強いわ。ちょっと初回負けちゃいました。うん、普通まあ勉強になったね。ハードの、その時間限定がこんぐらいなんだっていうのが、どんぐらい強いの。ちょっとじゃあ、ちょっ
まあ、今回これで終わりですけど、うん、コンティニューしません、うん、本当に2対1しますか、はいはい、ちょっと今の詳細を見よう、もう一回ちゃんとね、そうそうそう、はぁ、え、みんなどう、もっとやってる人たちはやっぱいけるんだろうね、だって俺ゾロ欲しい5だよで5じゃダメだ、ね、で今カードが弱いんだ、だから多分まだ、そうなんだろうね、うん、なるほどね、だからもっとまずキャラのレベル、そもそもメダルを手に入れてレベルもアップしていかないといけない、うん、でやっぱカードだなそれはあるね、どこで見たのさっき君、あ、これか、詳細詳細これか、そう、そこの詳細、ちょっと見よう、はい、めっちゃ強いやん、ボスまで行けなかったわ、マジか、え、どうやって見るの、下の方に、あ、こういうことか、ありますよ、ちょっともう一回ちょっと整理しよう、うん、下の方に行くとで、いや、まあもうそもそもね、メダルがもらえるのもあるし、うん、技付きね、で技のレベルもこれで上がっていかなきゃいけないんだ、そうだね、そうそうそう、で煉獄おにぎりの技をここで上げれるし、うん、確かに技レベル低いもんな、まだそうだね、ルフィが低いんだよねルフィのメダルがね、あんまり落ちない、うん、一面のスモーカーで結構お前落としてたけどね、うん、普通の方の、うん、で今この辺も落ちるんだ、だから要は新ゾロ新ソップの要はこの2つの普通の技は強化ができる、はいはいはい、でこれで今やったの次元クエスト、うん、次元であってるよね、時限りじゃないよね次元クエストだよねそう、次元が一応この時間に出るらしい、うん、1日前に出るらしいです、はいはい、12時から1時間、はい、7時から1時間、うん、9時から1時間と、うん、ちょっとこれさ、あと1週間ぐらいしかいないもんね、このイベント自体が ね、うん、だからそれまでにこのせめてハードのスモーカーはクリアしたいね、うん、これちょっと次の目標ができたね、はい、次それちょっとやれるようにレベルアップしていきましょう、うん、うん、そんな感じですね、はい、みんなどうですか、もういけてる人いるのかないるんじゃない、まあカードとかやっぱあったらいけるのかね、うん、まあそんな感じでございました、ちょっと初回だったんでね、はい、まあ、普通に負けてしまいましたけれども目標ができましたんで、うん、頑張ってこれね、イベント5月4日までにクリアしたいと思います、はい、そんな感じでございました、今日も見てくれてありがとう、またあげるのでまた見てね、ぜひチャンネル登録をお願いします、明日も頑張ろう、バイバイ、はい、僕ですね、他にもチャンネル持ってます、タカシーズ TV というエンタメ系が上げてるチャンネル、そして他のゲーム実況を上げてるポンコツゲーム実況、その2つのチャンネルもありますので、ぜひ見てください、よろしくね、バイバイ。